カール・エミール・ユリウス・ウルリッヒ・サルコーは、スウェーデンのストックホルム出身のフィギュアスケート選手。1908年ロンドンオリンピック、男子シングル金メダリスト。世界フィギュアスケート選手権で10度の優勝を誇る20世紀初頭を代表する選手である。サルコーは、世界フィギュアスケート選手権で2度の5連覇を含む10回の優勝を果たした。この世界選手権優勝回数10回は、 ソニア・ヘニーとイリーナ・ロドニナの大記録である。加えて、ヨーロッパフィギュアスケート選手権では9度の優勝を飾った。1908年ロンドンオリンピックで初めてフィギュアスケートが採用されたが、そこでもあっさりと優勝。初代オリンピックチャンピオンに輝いた。ただし、この男子シングルに参加したのは9名であり、ジャッジは5名であった。ジャッジ5名のうち2人は、 サルコーと同じスウェーデンの国籍、一人はスイス国籍だが、サルコーの知人、残りはロシアとドイツのジャージであった。コンパルソリーフィギュア終了時点で1位がサルコー、2位がロシアのニコライ・パニンであったが、サルコーに1位をつけたのはスウェーデン2人とスイス人、パニンに1位をつけたのは残りの2人。これにパニンは意議を唱えて、コンパルソリー終了時点で棄権をしてしまった。 最終的に1位2位3位をすべてスウェーデン人が独占した。1909年、サルコーはターンで後ろ向きになり、振り上げた右足の勢いを利用して、左足の内側で踏み切るエッジジャンプを初めて大会で成功させた。このジャンプがサルコーの名を冠したサルコージャンプである。競技生活を終えた後もサルコーはスポーツ界に留まり、 1925年から1937年の間、国際スケート連盟の会長に就任した。さらに、ストックホルム最大のスポーツクラブの会長も務めた。1931年司会士のアンナ・エリザベス・サルコーと結婚した。サルコーは1949年4月19日に、ストックホルムで没し、同地のノーラ・ベグラベニングスプラト戦に埋葬された。 1976年、世界フィギュアスケート伝道入り、ありがとうございます。